2024年はサンフレッチェ広島の新スタジアム e ピースをはじめ新たに3つのスタジアムがオープン。 J リーグではスタジアムを作る機運が高まっています。新スタジアムについてはこちらの動画で詳しく紹介しているのでぜひご覧ください。その他にも J リーグには魅力的なスタジアムがたくさんあることはご存知でしょうか。今回はその中でも完成や改修時期が比較的新しいものを厳選して6つ紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。最初に紹介するのはガンバ大阪のホームスタジアムであるパナソニックスタジアム吹田、通称パナスタです。ガンバは J リーグ参入当時から万博記念競技場をホームスタジアムとしていましたが、屋根が J リーグライセンスの基準を満たしていない点や老朽化もあり、新スタジアムの建設を検討。2009年に新スタジアム建設計画を発表します。日本で初めて寄付金によるスタジアム建設を行うとし、目標金額を140億円としました。しかし資金集めは難航。2012年からの1年で集まった募金は約78億円と目標に遠く及ばないため、募金活動を1年延長します。この募金を後押ししたのがガンバのトップチームです。 J2 から復帰した2014年シーズンはリーグ制覇のみならずナビスコカップ、天皇杯を制し国内3冠を達成。チームの活躍が新スタジアム建設を世間に認知させ、寄付の輪を広げる形となりました。最終的に目標としていた140億円を上回り、新スタジアムの建設を開始。2015年10月10日に行われた竣工式で、スタジアムの全貌が明らかになりました。収容人数39,694人の球技専用スタジアムで、座席からピッチまでの距離は最短7メートル。最前列からピッチまでの高低差は 1.5 メートルしかなく、プレイヤーに近い目線で試合を楽しむことができます。座席は下層、中層、上層と分かれていますが、すり鉢状のため上層席でも見やすい角度に設計されており、屋根で覆われているため雨でも安心して観戦できます。さらにフリー Wi-Fi が完備されているのも嬉しいポイントです。ビジター席は上層階ですが、傾斜のおかげで観戦しやすい工夫がされています。しかし結構な高さのため、高所恐怖症の人には注意が必要です。コンコースには大阪名物のたこ焼きをはじめ、多種多様なスタグルが楽しめます。観戦前にホームページで推しのスタグルを見つけておくのもいいかもしれません。パナスタは万博公園内にあり、周辺には大型複合施設のエキスポシティがあるので、試合前後で買い物が楽しめ、有名な太陽の塔も見ることができます。最寄り駅のモノレール万博記念公園駅から徒歩15分ですが、道中には階段が多いので余裕を持って行動しましょう。京都サンガ FC のホーム、サンガスタジアム by 京セラ。場所は京都駅から電車で約20分、京都の奥座敷として知られる亀岡市にあり、亀岡駅から徒歩3分という好立地です。サンガスタジアムは2020年にオープンしましたが、建設に至るまで長い年月を要しました。1992年、京都府が日韓ワールドカップ招致に向けて球技専用スタジアムの建設を表明したことが始まりです。しかし京都府は招致に落選し、建設計画は中止。その後サンガが主体となってスタジアムを建設する計画や、京セラの稲森和夫名誉会長が資材を投じてスタジアムを建設することを提案しましたが、進展に至りません。2011年に京都におけるスポーツ施設の在り方講和会が設置されたことで、スタジアム建設が大きく進展します。2012年、複数の候補地の中から亀岡市にスタジアムを建設することが決定。やっとスタジアム建設が進む、そう思われた矢先に、またしても計画は滞ります。天然記念物の淡水魚、アユモドキの生息環境への影響が懸念され、学会や環境関係者から計画の白紙撤回を求める声が上がったのです。2013年から2016年にかけて、アユモドキの生息実態調査を行い、京都府は建設予定地を変更。結果的に当初の計画より亀岡駅近くに建設されることになりました。紆余曲折を経て2018年に着工、2020年に開業しました。収容人数21,623人の球技専用スタジアムで、ピッチからバックスタンドまでの距離は 7.5m、 さらにピッチとの高低差は 1.2m、 選手の息遣いが聞こえてきそうな距離です。専用スタジアムならではの迫力と臨場感が味わえます。サッカー観戦が楽しいのはもちろんですが、サンガスタジアムの最大の特徴は何といっても付帯設備が充実していることです。国際競技基準を満たしているスポーツクライミング施設や、無料で楽しめる 3x3 コートが2面、さらにスタジアム4階のスカイフィールドでは VR を駆使したフィットネスゾーン、誰でも気軽に e スポーツを楽しめる e スポーツゾーン、ピッチを一望できるコワーキングゾーンがあり、試合がない日でも楽しむことができます。注目を集めているドローンサッカーが体験できるドローンサッカーアリーナ京都も併設されています。
サポーターカップルにはスタジアムを貸し切ってのウェディングもおすすめです。国内初のスタジアム内保育園、ひばっこ保育園も併設しており、子供たちはピッチを駆け回ります。テラス席のあるレストランや、木のぬくもりをふんだんに感じることができる子供の遊び場、霧の子。誰でも無料で利用できる足湯と、試合以外にも地域住人の憩いの場となっています。淀港さくらスタジアムはセレッソ大阪のホームスタジアムです。1987年に長井球技場としてオープンした球技専用スタジアムでしたが、2010年にセレッソがホームスタジアムとして活用することを機に改修を開始します。2010年に1期、2013年に2期工事を実施し、スタジアムの芝や座席の改修を行いました。2015年にセレッソはスタジアム構想を発表し、2017年には桜スタジアムプロジェクトとしてスタジアム改修に向けてのプロジェクトが始動。2019年から2021年4月まで改修工事が行われました。日本一の親近感をコンセプトに改修したスタジアムは、スタンドとピッチの距離が日本一近い 5.8 メートルです。収容人数も1万8000人から2万4481人となりました。多種多様な座席が設けられているため、シーンに合った観戦が可能です。小さなお子様がおられる方におすすめなのがキッズプレイルーム。家族で気兼ねなく観戦が楽しめます。またメインスタンド3階には最大200人収容可能なプラチナラウンジがあり、ビュッフェやお酒を楽しめるので、大人数での観戦や試合がない日には各種のイベントにも使用できます。試合開催日以外にはウェディングなどのイベントにも利用可能で、大学の入学式も開催されたほか、大人のキャンプと題してスタジアム内にテントを設営して宿泊体験ができるイベントも注目を集めました。地域のためのスタジアムとして市民に向けた教室、桜カレッジではサッカースクール、チアダンス、卓球、バドミントン、ヨガなどのスポーツ教室の他にも英会話やプログラミングを学ぶことができます。さらに防災拠点としても利用可能な改修も施され、まさに地域のための都市型スタジアムと言えるでしょう。アクセス面も良好で、最寄りの JR 鶴ヶ丘駅からは徒歩約5分という近さも魅力の一つです。淀港といえば、アウェー側には屋根がなく、雨の日にはサポーターがアウェーの洗礼を受けることになります。この件に関してセレッソは、淀港さくらスタジアムが進化系のスタジアムであると説明し、おもてなしの心を持つセレッソ大阪は、設置が叶わなかったアウェー席の屋根の設置を必ずお約束しますと説明していますので、気長に待ちましょう。三国ワールドスタジアム北九州は J3 で奮闘中のギラバンツ北九州のホームスタジアムで、通称ミクスタです。ギラバンツは J1 昇格を目指し戦った2016年に J2 で最下位となり、 J3 に降格。2017年にオープンとなったミクスタは J3 でのお披露目となりました。ミクスタといえば、関門海峡に面した日本一海に近いスタジアムです。バックスタンドの後ろは海で、2017年6月10日のギラバンツ対ガンバ大阪U23の試合で J リーグ史上初の海ポチャが発生。待機していた漁船が無事回収し話題になりました。バックスタンド裏には海地下スタジアムならではの魚釣り禁止の注意書きがあります。収容人数1万5300人の球技専用スタジアムで、最前列とタッチラインの距離は8メートル、高低差65センチの構造はゼロタッチと呼ばれ、試合後にはスタンドから選手たちとハイタッチができます。ラウンジシートやシーサイドデッキといった多種多様なシートも魅力の一つです。トイレや更衣室が混まないような工夫も施されており、洗面所前に鏡が設置されていません。鏡を洗面所の後ろに設置することで女子トイレの混雑を防いでいます。アクセスも良好で、 JR 小倉駅から徒歩7分の駅地下、街中、海地下のスタジアムです。周辺には世界遺産に登録された八幡製鉄所や門司港レトロ、小倉城といった観光スポットも充実。小倉駅周辺は繁華街となっていますので、サッカー観戦後の打ち上げにも困りません。FC 今治は2016年に完成したありがとうサービス夢スタジアムをホームスタジアムとしていましたが、 J1、J2 クラブライセンス基準を満たしていませんでした。そこで FC 今治は新スタジアムの建設を目指します。2021年1月に里山スタジアムプロジェクトを発表。ただのスタジアムではなく、365日にぎわう場所を作るために、会長の元日本代表監督岡田武は建設費40億円を調達するために奔走します。経営者、投資家、地元企業、金融機関からの融資、ふるさと納税などで資金調達に成功。2023年にオープンしました。今治里山スタジアムのコンセプトは、自然と人が共生するということで里山です。
スタジアム横の里山プラザと呼ばれる広場では焚き火を楽しめたり、湧き水の川が流れていたりと、まさに里山。他にも福祉施設と併設したカフェやドッグラン、地元農家と連携した畑があり、試合のない日も人々が集まり、コミュニティの場となる役割を果たしています。スタジアムは地元の瀬戸内海にちなみ、村上水軍の海賊船がモチーフで、観客席は来島海峡の渦を再現した色を採用、今治らしさを演出しています。収容人数は5316人ですが、スタンドは増設できる設計で、 J1、J2 とクラブのカテゴリーが上がるのに合わせてスタジアムは増築する予定です。専用スタジアムならではのピッチの近さはもちろんですが、里山スタジアムにはスタンドとピッチの間にはなんと柵はありません。さらに控え選手のベンチはスタンドの隣という近さです。得点シーンでは選手や監督と一緒に歓喜の瞬間を分かち合います。日々成長するスタジアムを目指す里山スタジアム。 FC 今治が J2 に昇格すればさらなる進化を見せてくれるでしょう。 AC 長野パルセイロのホームスタジアム長野 U スタジアムは2015年に開場しました。パルセイロは2010年から J リーグ入りを目指しますが、スタジアム問題にぶち当たります。以前の南長野運動公園総合球技場は収容人数が6000人で J2 の基準を満たしていなかったのです。2011年に JFL に参入、当時 JFL から J2 に昇格できるのは4位までのレギュレーションでした。パルセイロは JFL 参入初年度で2位となりましたが、昇格が見送られ、3位の FC 町田ゼルビアと4位のライバル松本山雅 FC が J2 昇格を決めました。自分たちより順位が下の同県のライバルに先を越されたことで、パルセイロにも J 仕様のスタジアムをというムーブメントが一気に高まります。2012年に使用していたスタジアムを取り壊し、新スタジアム建設が決定。2015年に完成を迎えました。チームは JFL で優勝した2013年シーズン後に J3 入りを果たしましたが、もしスタジアム建設が3年早まっていれば、パルセイロの運命は大きく変わっていたのかもしれません。こうして完成した新スタジアムは収容人数 15,515 人の球技専用スタジアムです。名前は一般公募によって決まり、球技場を上空から見ると U 字に見えることや、あなた U のスタジアムの意味が込められています。この独特の U 字型にも大きなこだわりがあり、ピッチ上の芝生育成のため年間の日照時間を考えた結果 U 字型となりました。ピッチからスタンドまでの最短距離は11メートルで、専用スタジアムならではの臨場感を味わえます。家族やグループ観戦におすすめなのがテラスデッキです。ここは大相撲の末席のような区画で板張りになっていて、土足厳禁、クッションや座布団を持参してのんびり観戦できます。他にも快適なスタジアム観戦の工夫は至るところで見られます。その一つがエコスクリーンです。外からの風を6割カットするだけではなく、歓声や照明が外に漏れなくするという地域住人へも配慮されています。屋根の形状にも工夫が施され、 V 字型の屋根は雪を V 字の底に回収する仕組みになっており、大雪が降っても観客の安全を確保できます。スタジアムの問題は解決したパルセイロ、あとは自分たちの力で昇格をつかみ取るだけです。 J リーグ創設から30年、ただの球技場だったスタジアムが今や地域住人の憩いの場となっています。臨場感を味わえる専用スタジアムも増えていますので、まだ現地観戦をしたことがない方は近所のスタジアムに足を運んでみてはいかがでしょうか。今回紹介したスタジアムの他にも全国には魅力的なスタジアムがたくさんあります。皆さんのおすすめスタジアムをぜひコメント欄で教えてください。Yeah.